皆さん、エニシー。歌われるもの、二人の箱ろ、押しとる白役の刀根健太郎です。皆さん、エニシー。同じく歌われるもの、二人の箱ろ、アンジュ役の赤崎千夏です。このラジオは現在好評どうしたんですかちょっといつもと雰囲気違うんだね、ちょっと疲れましたけどもはい、あ、はい、あ、すいません、今収録中です入りますか入ります、どうぞどうぞいらっしゃいませ、おはようございます、はい、おはようございます、ちょっと仕切り直してですね、このラジオは現在好評放送中の多分編集点になってないですね一回切ります、流すよ、これは流しちゃうよ、臨場感でいいんじゃないですか、流すよこれは、テレビアニメ歌われるもの二人の箱をめちゃくちゃ盛り上げるために僕たちきらめきコンビの二人が何かと頑張っていく番組です。なんかめちゃくちゃですね今日は、というのもいつもとちょっと環境が違うんです。そうなんです、いつものスタジオじゃなくて、今日実はこの後あの生放送が、何の生放送なんでしたっけ、歌われるもの特別生放送の前です機械室です、ここ、 その会場が結構広いところでやるんですけど、そのなんだ楽屋みたいなところで今撮ってるので、はい、なんかいつもと違ってそわそわしている我々ということでご了承いただければと思います、はい、もうね、全然録音する環境じゃないんですよ、しかもね大部屋でね、後ろにねスタッフさんがね息を殺してね、4人ほどねスタンバってらっしゃるので、笑ったりなんかあれいろいろ大丈夫ですからね、 Wi-Fi あるんで、あ、 Wi-Fi あります、会場の Wi-Fi あるんで仕事してください、ね楽屋です、完全楽屋ですよ、だって真ん中の長机で撮ってますもん、ね、楽屋の中心のなんだか不思議な感じがしますけど、ね、まあそれはそうとして進めますか、はい前回はエルノ役の柚月涼香さんに来ていただきました、なんかキン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 結構キン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 してる放送になっちゃいました、初ですね我々のこのえにしきらめきから通してもあんなにキンキンしてることはないですよね、そうですね、なんかもう柚月さんにもみんなちゃんとしてるねって言われて言われたんで、なんかちょっとドキッとしましたね、いや楽しかったですね、キャラ紹介の1行目だけであんなに喋れる人は他にいないと思います、はい、本当ですよ楽しかった、なんかなんであんなに笑顔が出てくるんでしょうね、柚月さんと話してるとそうですね、なんかこっちがツッコミに回らざるを得ないような感じになるのもあれですけども、なんか何でも OK みたいな空気にしちゃうのはすごい力だなって思ってました、エネルギーをね感じましたね、はい、で、はい、柚月さんには12月11日公開録音、はい、このラジオあるんですけど、そちらにも来ていただきます、夜の部に来てもらいます、はい、昼はタネちゃんに来てもらいますけど ね、 そうですね、みんなで盛り上げていきましょう、はい、皆さん来てください、ぜひ来てください、よろしくお願いしますはい、そして本日もゲストが登場します、今回はウォシス役の菊池ゆきとしさんでございます、はい、であとねなんかねあれもう早いとか言ってるけど出ちゃった、もうちょっと早いですよちょっと早かった、なんかあともう一人でいらっしゃるらしいんですけども、誰かな、なんかこう見た感じ、いやまあそうね、スタッフさんとかいらっしゃるけど、あ、望月さん出ます、望月さん、望月さん言うこと言っちゃった出ないよ望月さんじゃなかった、望月さんもいますなんか朝から来てくれたから出んのかなと思う違いますね、まあ、この後ね登場するのかもしれないんでね、ガチャって開けて誰か出てくるか、ね、わーサプライズみたいな、そうあるかもしれないですよね、誕生日ケーキ持ってね出てくるかもしれない、誰誕生日いますか、だいぶないない誰も誕生日じゃないじゃあもしかしたらこの後サプライズがあるかもしれないということで楽しみにしましょう、はい、はい、ということで成長そろそろ参りましょうか、エニシ歌われるものラジオ出陣じゃ、この番組は歌われるもの二人の箱卸制作委員会の提供でお送りします、エニシ歌われるものラジオ、えにしましてこんにちは、おしとる白役の刀根健太郎です、えにしましてこんにちは、アンジュ役の赤崎千夏です、さてお待たせいたしました、ここからはゲストのご登場です、えにしましてこんにちは、楽屋から失礼いたします、ウォシス役の菊池ゆきとしですよろしくお願いします、みんな楽屋から失礼してるから全員楽屋から失礼です、もうすでにウォシス感満載のご挨拶でそうだね、あれ結構普段喋る時からそういう雰囲気でしたっけ、いやいやもうちょっと今日はウォシスっていうことなので、自分なんかこうにじみ出てしまうというか、いや普段からこんなんやなんか無理してません、大丈夫ですか、大木口くんと結構深い、なんか長い中でね、深い深い深い
深いって言いました。深いっていうと何ですか？深い。別にラウラウ的に深くはないんですけども。深いというのは。割とデビューして間もない頃から同じ作品レギュラーだったりとかして、とてもお世話になってます。いやもうこちらこそこちらこそ。じゃあなんかご飯一緒に行ったりとか、どっか遊びに行ったりとかっていうこともあったりしたんですか？コロナ前はね、行ってたね。この出産祝いも送ってくださいましたしね。もう本当に。なんかあれもすごくこう出産祝いを送りしたいなって思ってて、でもなかなか会う機会がなかったので、でちょっとそのまま時間が経ってて、ある日その意を決して事務所、あのトネさんの事務所の方にお邪魔して、そうなんです、あの出産祝いをお渡ししたいんですけれど、あのなかなかちょっと会うことできないので、あのお預かりしていただいてもよろしいですかみたいな、いやそう、ご丁寧にありがとうございますなんて言って、いやあのなかなかちょっとお会いできなくて、ちょっとお手製ですがよろしくお願いします。え、事務所違いますよね、はい、お邪魔させていただいて、同じ建物ではあるんですけど、ね、絡まりましたなんて言って、そうかそうか、建物が一緒だから、はい、ファンがやるやつだよねそれ。ファンのやり方と同じ、連絡先知ってるのに。確かに。そう、あ、じゃあよろしくお願いしますって言って出て、その駅に向かって歩いてたらトネさんと会うんですよ。久しぶりに。おい、そういうことあります。出ないんだよね、今なんて言って、そうそうそう、タイムリーすぎてね。久しぶりに。ちなみにどんなものを送られたか聞いてもいいんですか？はい、おむつケーキを。あー、おむつをさせていただいて。かわいい、はい、それを事務所に持ってたの。これをおむつケーキって、だってもうなんかラッピングこうしっかり見えてる感じのやつ、かわいいですね。おもちゃもちょっとついててね、未だに遊ばせていただいております。あ、仲良しなんですね、はい、お二人は。もうズブズブの中でございます。ズブズブとは言いながら、ちょっと作品中では押しとるハックとオシスは、まあなんかなんやかんやね。ほんと、おいオシス急においオシス、このやってくれたな。汚いわ、やっちゃいましたよ。マスターキーをさ持って勝手なことばっかりするから、いやこんなことになって、本当にこうディレクションから、あのとにかく煽る、あのめっちゃ煽られた気がします。アンジュもすごくめちゃくちゃ煽られました。人を散々コケにしてバカにしてね。俺は神だみたいな感じで言ってたら、はい、あなたはクローンですみたいなこと言われちゃって ね最初はそんな感じで登場じゃなかったんですけどね。ちょっと改めてオシスのご紹介なんてしてもらってもいいんでしょうか？はい、そうですね。はい、じゃあさせていただきます。はい、オシスは発注賞の一人、栄光のオシスの二つなのを持っています。はい、個性の強い発注賞の面々を柔和な態度で取りまとめてます。柔和な態度でしたね、最初はね。そうなんです。公女暗殺の嫌疑によりオシトルを捕獲します。うん、そしてその後、王女失礼しました。ディレクション入りました。厳しい、ね、もう千月さんがすぐ同じ部屋にいるから。ありがとうございます。王女暗殺の嫌疑によりオシトルを捕獲しまして、はい、その後治安回復を優先してブライの行動を半ば黙認する姿勢を見せました。はい、結構最初とラストの方でキャラ感が全く違いますよね。そうですね、オーディションで決まった。あ、そうなんです、オーディションで。ただ僕はオーディションは最初受けたのライコー殿だったんですよ。そうなんです、ライコーさんで。現場でなんかじゃあこっちもっていう感じで言われたんですか？はい、そうなんです、ちょっと時間があったの、時間がちょっと余裕できたので、他になんかやってみたいキャラクターとかいますかなんていうお話になってやらせていただいた中にオシスがいて、それでオシスになったっていう。はい、最初オシスをやってる頃はラストでオシスがこんなことになるっていうのは知ってたんですか？受けてる時は知らなかったです。はい、で収録入ってから、いやオシス実はこうなんですって言われて、じゃあラスボスだからオシス狙いに行こうみたいなことじゃなくて、なく純粋に発注賞のオシスっていう人物なんだっていうので受けてたんです。なんかもうね、多分普通にプレイしたら最初オシスがラスボスになるなんて誰も思わなかったと思うんで、ラウラウ先生ですからね。そうそうそう、最初はラウラウしちゃって、はい、ラウラウしちゃってましたけど。そうだよね、いやでもなんか敵ながら哀れなね、うん、感じな感じになってましたけどね。ですよね。なんかその最初 の, あのラウラウ先生の雰囲気と最後 の, あのラスボス感あふれる感じで、結構お芝居の感じで苦労とかありましたか？なんか役作り的に。そうですね、大変だったとか。なんかかなり一番目的みたいなところとかはすごくこう常にこう胸の内にこうありながらも行動してたっていうので、なのでこう心の
仮面というかそういったものをこうつけてそれでこう行動してたのかなっていう部分を大切にしながら最初の方から最後のあの、うん、わーみたいなところになることを念頭に置きながらわ、はい、ーってちょっと思うけどだったんですね、はい、そうですね、うん、そうだよね。だって衣装もね最後の出てくるからね、はい、変わってもかった、ね、はい、フランス革命でも起こしそうな格好をしてましたけどもね、はい、うん、ある意味革命と言えなくもないないのではないだろうかっていう感じなんですけど、うん、まあ、あの菊池さんのお話いろいろ伺ってきましたけど、はい、今日、はい、あれなんかもう一人スペシャルゲストが、確かに、あ、今扉が開いてますね。あ、どなたかいらっしゃる、あれいらっしゃいます、ただ外を確認しただけですあれそろそろご登場いただかないと、はい、来てるよ、え、お来てるよ、作家さんがなんか言ってます、あれどこにいらっしゃるんですか、どこですか、もう来てるよ、見てマイク立ってるから今私の前にいつも立ってるじゃないですかいつも立ってるけど半分ぐらいしかフェーダー上がってないのよいつもは、あ、え、そうだったんですね、今日はガン上げ、今日ガン上げだよ、今日ガン上げだよ、フェーダーの上がり具合が気づくわけ、どんつき、気づくわけないでしょ、フェーダー上がらないです、ゲストがそうだよ、え、出てるよ私、そんなにフィミリルが活躍した話数ではなかったですよね、確かに、まあね、フミリルは22は23も喋ってないけどもこんなぬるっと入ってくるすげえ喋ってるよ22はすげえ喋ってるよ、すげえ喋った、ゲストなのになんか新鮮味がないじゃんなんでなんで、私端末音声役だよじゃあ改めて自己紹介をお願いしますそうだ喋ってた、はい、端末音声役をやらせていただきましたギブユウコです、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、なんか難しいこといっぱい言ってましたね、そうなの、スネーキ振動波照射、そうなの、あれめっちゃやった、すごい早口言葉かっていうようなね、ゆずきさんと一緒に撮った時もあるんだけど、すごい上手だったって褒められた、スネーキ振動波照射装置すごい練習してきたってじゃあ今日は海にいるとしてじゃなくて機械端末音声、そうなの、いやあのね、はい、収録の時にちょっとまあ音感さんに気を使っていただいて、はい、フミリル一応立ってるんで息入れときましょうかって言われたので、息アドリブ入れたのね、はいはいはい、でも消されてたでなんか入れさせてくれた理由としては、いやさすがにギブさんのことを端末音声でクレジットしちゃいけないと思うんで息入れとけばフミリルって書けるんでって言われたんだけど、いいよ端末音声でいいじゃないかって言ったのもあって、はい、あのスンって消された。クレジットは端末音声だったんですね。端末音声になりまして、はい、皆さんに端末音声私の芸達者なところを見せるということになりました。それすごい意気揚々と端末音声でゲストに入ってきましたけど、そんな語ることないでしょ。ある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 、聞いてちょうだい。私の渾身の芝居を。はいはいはい、あの渾身端末音声、渾身のあの22話が初出しじゃないですし、その前にあのアブカムを起動させるところから私あの登場させていただいておりまして、はい、まあ、多分歌われの世界をこの世界でいうところの日高のり子さん的なやっぱ ATM が挿入されました感あ、うん、あ、この世界の機械の音声を滑るものみたいな感じで、多分私の声があの世界でね多分通用してると思うんだよね、一回出てきたの、だから自分の中でもあこういう感じねっていうのを掴んだつもりだったんだけど、はい、22話に関してはやっぱりすごい大事なね、ボシスにとっても大事なシーンで、すごい宣告を告げるね、ここでやっぱ、うん、である種絶望させないと次につながらないというか、大事なシーンだったもんだからちょっとね気合い入れてやってしまったんだよね、出ちゃう、そうそうそう、そしたらちょっと人間味が強いんでやめてくださいそりゃそうですよあちゃーっと思って、ごめんなさい、殺しに行くつもりでやりました端末音声がそんな人間味ないいやでもね、ここオシス様の見せ場につながる大事なところだから、やっぱちゃんとバトン渡さなきゃと思ったら、はい、機械はやらんでよろしいって言われて、やらんでよろしい機械がね、まあ、そうなっちゃいますね、クローン体制みたいになっちゃったそうなんだよ、はい、意思があるこの機械ってなっちゃうから、おでってやったんだけど、ちょっと押さえてくださいって怒られちゃったですかね、あのオンエアの形になったわけですからね、そうなんです、はい、うん、待ってください、ボツになった方の熱量というか語るところ実際はそっち聞いてみたい、聞いてみたいですね、ちょっと、うん、うよ曲折あってあの形になったんだよっていうね、難航したのよ、はい、それでもう菊池くんのゲストを食い潰そうとして確かに同じ以上の尺ぐらい喋ったことそんなこと
作家の人も働くぞ。ホロロニックさんからいただきました、はい、皆様こんにちは。こんにちは。いきなりですがウォシス大好きです。本編ではいろいろとやらかしてしまっていますが、そんなところも全部ひっくるめてゲームの時から本当に大好きなキャラです。歌われファンの間では賛否両論あるかと思われるので、なかなか肩身の狭い思いをして生きてきて、今もまさにアニメの放送で胃が痛い時期なのですが、ウォシス役の菊池さんがゲストということで堂々と主張できるチャンスだと思いメールさせていただきました。とにかく公式様にウォシス愛が伝わってさえくれれば満足です。ちょっと待って、そんなにあの段取り整えないと言えないの。すごいね。ちょっと肩に狭かったんですよ、やっぱね。歌われ世界の間好きと言えない空気があったのではないですか。ウォシスは終盤に突然乱入してくるので、最初こそなんだこいつはと思ってしまうのですが、その後に語られる彼の苦しそうな怒りの声を聞いていると、もっと早く出会えていれば、話を聞いてあげられる関係を築けていればと悔しくてなりませんでした。22は最高という文章がちょっと間に挟まっております。質問なのですが、菊池さんのキャストコメントで7年という歳月を経てウォシスの新たな面を感じる瞬間がたくさんあったとありましたが、確かにゲームとアニメの同じセリフを聞き比べてみると、ゲームの時よりも優しくなっていたり怖くなっていたり、全然違う印象を受けるセリフも多いなと思ったのですが、以前にウォシスを演じられた時から特に意識してお芝居を変えられた部分などがありましたら教えていただきたいです。はい、ということでした。そう、ウォシス大好き、ありがとうございます。すごい愛が溢れてましたね。溢れてましたね、はい、いやでもお芝居に関してはもうベースはもうウォシスの一番最初収録したっていうところを大切にしながらなんですけれど、うん、結構このアニメの台本っていうところがすごくこうダイレクトな思いをこうぶつけるような、もう眼差しであったりとかもそうですし、うん、体の具合とかそういったところでこう描かれてたりとかしたので、なのでその父上帝に対しての言葉であったりとか、自分の存在であったりとかの信じ具合っていうところとかすごくこうもう骨から体からすごく染み出してくるような感覚があったので、そこをこう大切にしながら演じさせていただきました。結構表情感とかもすごかったですね、はい、映像になるとね。確かに、はい、なんかまあゲームよりもさ、ちょっとかいつまんでお話進めていかなきゃいけないから、よりね声のお芝居の方でも気持ちを強く出していかなきゃいけないから、まあ多少変わっちゃうというかね。いやでもすごい良かったと思います。僕もあそこのシーン見ててなんかもう、はい、感情のね、はい、こうぐちゃぐちゃになってる様子みたいなのがもう芝居からもうあのウォシスの表情からもなんかすごいダイレクトに伝わる形になったなと思ってたんで、はい、あれだけやってくれたからこう見てる側はあの認証されなかった時に好きってなっちゃいましたけど、好きやっぱそれ私の冷たさが良かったんじゃないかね。冷たさ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 が聞いてたら本当にも端末音声とかなり喋ってるので、そうだね、そうだね、一番かなり喋ってる、一番会話して当ててたんですよ、かなり一番からね。だってさ、この後の23話なんかさ、はい、私いるのにさ、帝とほのかだけでべちゃべちゃ喋っちゃってさ、ちょっとイチャついてましたね、全然絡んでくんねえのその点ウォシスがさ、もう私の話聞いてくれてさ、しょうがないです端末音声なんだけど、すごい私の話聞いてくれて、味方なんです、あくまで意思を持っちゃいけない、一緒に自爆すんのにいないみたいにされてさ、そうか、そうかいないものでいないなんですよ自我を持っている、また自我を持っている、自我持ってさっきも打ち合わせでなんかあんま出たと打ったら私だみたいな、違う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 、ミカド、いやでも打てって言われたから私が打った実行したのは私だ、そうだって、私が嫌だって言ったら打たないんだから、あれ嫌だって言うのそんな電話通ってない嫌、ま、です次読みますか、はい、メールです。ゆうさんからです。とねさん、岡崎さん、そしてゲストの菊池さんと、お便りを書いてる時には判明していないもう一人のお方、いかです、しましてこんにちは、ゆうと申します。きらめきラジオの菊池さんゲスト回の頃からお三方のやり取りがとても好きで、この、西ラジオでもオシトル、ハク、アンジュ、そしてオシス様が揃ったことに感動しています。僕がどうしてもこの回にお便りを送りたかったのは、他でもない歌われるものの魅力的なたくさんのキャラたちの中でオシス様が一番好きだからです。
ぜひぜひボシス様の思いを声にしてくださった菊池さんに、ボシス様のお声を紡ぐ中で最も印象に残ったところや言葉、それともしありましたらボシス様の好きなところを教えていただきたいです、はい、というメールでした。印象に残ったところや言葉、そして好きなところを教えてほしいということですか。あ、印象に残った、やっぱりですね、あの次これからの放送のところで出てくる、うんうん、なんかこう、あ、本当はそうだったんだっていうところを知った時の、うん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 、あのいろんな後悔だったりとか、でもそうだったんだっていうところの事実をした温かみとか、うん、そういったところで出てきたあの言葉ですね。あの言葉、つまり明日です、まあ、だから12月3日のね、はい、そうなんですね、放送の、はい、回でそのセリフが出てくるってことですよね、はい、そうです、だから今は何も言えません、楽しみに、ね、はい、そこにね好きなセリフがある、うん、いいセリフがあるわけですね。ちなみにオシスの好きなところとかはあるんですか。オシスの好きなところ、オシスの好きなところはオシス押してるね、オシスオシス的にはオシス推しで、そうですね、なんかすごくこういう未来もあったんじゃないかなっていうのをこう、うん、考えてしまうことができるキャラクターなので、うん、もしあの時こうだったらとか、あの早いうちにもし白のような、うんうん、人とこう心を通わせて、うんうん、何かこうお話できたらまた違った未来があるんじゃないかなとか、あの早いうちにそのお父さんお母さんの何か思いをこう知るタイミングがあったらとか、なんかいろいろこう感想、結構内に内に入っていくタイプの人なんでしょうね、うん、自分の中で抱えて、でも確固たる意思っていうので行動できてしまうというか、うんうん、っていうのがあったりとかするので、なのでなんかこう憎めないところでそういうのをこう考えてし、うん、道が違えば全然味方になったかもしれないのに、うん、なっていう、うん、そういったところがこう、ね、オシス好き、そうだ、ね、根っこからなんかね恨めるキャラクターっていうのがあんまりないですよね、うん、この歌われの作品はね、まあ、デコポンポぐらいかな、はい、デコポンポで可愛いところあるんでしょう、ね、うん、いると和むわ、ね、そうなんですああいう人は必要なんです、いろんな事情がね、みんな、うん、さて続いて、はいはい、もじゃめつゲットマネーさんからいただきました。そういうもじゃめつゲットマネー、何をもじったんだ、みんな覚えはない、もじゃもじゃめつ、ね、もじゃゲットマネー、もじゃ知り合いじゃない、もじゃを召してお金を奪うってこと、もじゃめつゲットマネー、そう、もじゃめつゲットマネー、そうなのかな。あ、トネさん、赤崎さん、はい、ゲストの菊池さん、はい、そして端末音声役のギブさん、なんでバレてんの、何しまして、こんにちは、まあ、いつもいるもんね、その人え、もじゃめつゲットマネーさんですか。ギブさんはいつもいるから書いてくれただけかもしれない。すごくないですか、でもすごい、うん、エスパーエスパーすごい、ね、今日は漏れていた、はい、オシスが政治をあれだけ煽りまくっていたのにはかなりムカムカしましたが、うん、端末音声からの無慈悲なカウンターパンチはスカッとする一方アニメの絵を相まってちょっとかわいそうな気持ちにもほんの少しだけなってしまいました。ほんの少しね。現在モノメビもプレイしているのですが、オシスの本性と結末を知っているのに、オシトルたちにかけてくれる言葉にこいつめっちゃいいやつじゃんとなってしまいました。年の瀬が近づくとともにアニメも佳境を迎えています。今年いっぱい歌われに浸れることを嬉しく思っています。それでは、あ、そっか、モノメビにも出てくるんですね、オシス、はい、じゃあそれはこの偽りの仮面に出てくるより前のオシスが描かれてるっていうこと、いい人なんですか。めっちゃいい人です。それじゃ裏ないんですかね。もう執筆始まってんの。執筆ちょ執筆のシーンはなかったんですけど、でもなんかそのラブラブ先生っていう、うん、あのあれがあったりとかしたので、執筆はもう一生懸命やってます。活動始まってる、はい、活動始まってる、じゃあなんかその、まあ、闇落ちというか、その帝の吸ったもんだがある前、はい、前後前ってことで、そういうのも全然知らない、ね、まだ知らない時期だ、まだそうなんじゃない、まだピュアで本当で、うん、の活動に勤しんでる頃、はい、やっぱりそうにすごくこう国のことを思っていたりとか、うん、あのもうとってもまっすぐな、ま、うんうん、っすぐボシスで、まっすぐボシス、綺麗な綺麗なボシスが、綺麗なボシス、水から出てくる綺麗なボシスが、はい、じゃあボシス好
きな方はモノメビプレイすると、はい、いろいろ世界が広がる、ね、僕もプレイしてるんですけどまだ出てきてないんで、はい、ちょっと、ま、もうちょっとしたら出てくるのかな、はい、ちょっとそれをね綺麗な星数見られるのをね楽しみにしてますはい、はいはい、ということでじゃあね明日の放送のねちょっとあらすじを紹介したいと思います、明日12月3日からは第24話の放送がスタートです。第24話、深淵より来たる声ですね。性病を脱出し九十里近郊の遺跡へ転送されたオシトル博たち、帝都のたたりを殲滅させたことで気象衛星アマテラスが機能を停止し、大和の気候は大きく変化しつつあった。降りしきる雪は以前よりも厳しく、いずれ人々の生活にも大きな影響を与えるだろう。手遅れとなる前にオシトル博はアマテラスを再起動するべく動き出す。一行は手がかりを知るウルール・サラーナに導かれ、九十里城の地下遺跡へと向かうのだった。うーん、いや大詰め感出てきましたね。これ再起動するってことは私に話しかけないといけないねこれね。また出てくるの。そうね、これは私に話しかけないとダメですよ。意思を持って意思を持ってはいけませんよ。さんとはねみんな話せないから。私に話してください。うん、私に言わないといけないよ。意思を持たないでください。生存勢の意思を持たないでください。こんなに主張の激しい三番松の生存者初めてですよ。モジスもね、言われなかったけど、ね、さっき言ったように、うん、この話では多分モジス の、 そのいいセリフと、うんうんね、出てくるはずなんで、うん、そうだね、そうだね、どんな登場の仕方をするのか、するのか期待してください、うん、はい、ということで以上ふつおたのコーナーでした。えにし歌われるものラジオ、託されたもの。このコーナーでは親や恩師、友人など大切な人から譲り受けた皆さんの宝物をご紹介していきます。はい、じゃあ最初に菊池さんにも聞いてみてもいいですか、はい、大事な人から託されたものありますか。スポーツ中学校の時やってて。スポーツとは？あのバドミントンやってたんですよ。へー。ダブルスで組んでたんですね、うんうん、なのでペアのこう人と組んでる時にもう守備とか攻撃とかもうお互いのその託し託されみたいなところで、うん、それでもう一回優勝したことがあって。優勝したの、はい、すごい。優勝ですか。はい、地区の大会だったんです、はい、なのであの時のこの託されたあの一球みたいなものを決めたっていうのが。なるほど、はい、なんかそのものとかじゃなくてその時の入魂した一球を託された。入魂した一球、はい、こう繋いで繋いでっていうものをこう最後決めたっていうところの託されたなっていう、うん、そのエピソードが。トークも決めに来てるな。おお、かっこいいな。スマッシュ決まりました。青春だな。青春を心にね、スマッシュ、スマッシュ、スマッシュ来ましたよ、ちょっと。はい。思い出深いです。物じゃないんだ、うん、信頼関係。重いですね。重いようなものを託されたということで、うん、じゃあ皆さんの託されたものをご紹介していきますね。灰色猫さんからです。私が託されたもの&託しているものは会社の先輩から教えてもらった悪知恵です。仕事は真面目にやるのが一番ですが、ずっとそのモチベーションが続くわけではありません。そこでモチベーションを高めるために適度にサボる方法、作業を効率よく進めるずる賢い方法等を私は先輩に教えてもらいました。詳しい内容はちょっと言えないのですが、これで私はコンビニで1日30分はサボれる時間を使うことができました。おい、その方法を後輩にも教え、後輩たちも効率よく作業を進めるようになりました。代々こっそりと現場組にだけ教えられる悪知恵ですということでした。なんか目に見えないものの話の落差すごくない？あれ、完全に信頼関係の話からなんかもう信頼を裏切るような話になってますね。まあでも効率的にね、うん、もし30分サボることによって効率が上がるならまあ、まあですけど、どうやってサボってんですかね。まあ外回りとかね、よくありますよ。多摩川沿いに車が止まってて、中覗くとなんかスーツ着たおじさんが寝てたりとかするとあれ仕事営業中じゃないんですかねみたいなね。コンビニで1日30分サボるんですよ。でも待って、コンビニに30分いる？何回かに分けるのかなとは思うんですけど。そう、まあ、3回とかに分けて10分コンビニにいる時って何します？10分コンビニにいる、いや10分だったら30分いた方がまだいいよね。そういうこと。最近イートインスペースみたいな。あ、確かに、あれがあればね、あ、うん、イートインスペ
ースはありますね、うん、缶コーヒーでも1本買って、うん、そこでふーふー一息ブレイクタイム、ね、なかったらね立ち読みも今できないじゃないですか。確かに、うん、30分間お菓子見続けるのもね見ないな買えないな何でしょう。それともあのなんだっけセルフレジでなんかうまくいかないふりをするみたいなもた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 ずっともたもたしてるみたいなそれでもサボってるもう後ろからラッパー来ますよヨーヨーヨーお前のペースでいいよ見た目で嘘ついてごめんねまあ、そんな隠されたもの、ね、隠しているものの話でした、はいはい、まあ、バレないようにねほどほどに続いて隠されたけどです。こちらは歌われるスターブライトさんからいただきました、はいはい、コーナーの趣旨とは少しそれますが上京した時に父親から一人暮らしの役に立つかもしれないと腕時計を託されました。しばらく使っていたのですが自分で新たに買うようになり何回か引っ越す頃には存在自体を忘れてしまいました。大切なもののはずなのに今ではどこへ行ったのかわからなくなって急にすごく気になってきました、こんな時どうしたら気にならなくなるでしょうか相談相談あ、お父様からいただいた時計の存在がいつの間にかわからなくなっていた。なくなっちゃった。探せー草の根分けても探せー。結構引っ越しする時って大体のものをさらいませんか。それで見つからないって何回か引っ越しした中で見つからないとなると結構どこか行っちゃったのかな、すごく奥に、うん、奥に奥に行っちゃってるのか。引っ越す時って全部出します、引き出しの中のもの。いや、うん、引き出しに収まってるものはそのまま行っちゃいますけどね。もうテープガーってやって、はい、引き出しが飛び出さないように。そういうタイプだったら残ってる可能性もねありますけど、どうですかね。なんか気にならなくなる方法、見つけたいわけじゃなくて気にならない方法知りたいみたいなんです。忘れ去りたいみたいな。そうそうそう特にすごく探したいわけではなくて気にならなくなる方法を知りたいです、うん、あ、気にならなくなる。なくしたことを申し訳ないと思ってるんであればもう正直にお父さんに、うん、もう謝ってごめんなさいなくしましたって言ったら、もういいよって言ってくれたらね、うん、それですっきりするかもしれないですけど、もうそこで遺恨があるかもしれない。あれなくしたんかいじゃああれじゃない、もっといい時計をお父さんにあげればいいんじゃない。あ、逆に、逆にプレゼント、逆に、ね、確かになくしてしまった、うん、ごめんなさい、うん、ごめんなさい、こちらを検証します。だいぶ喧嘩欲しいですか。おめえがくれた時計よりもいい時計をおめえにやるよ。えぇーっお父さんびっくり、息子からロレックスみたいな感じだ。仕方ないと思いますよ。お父さんの腕時計の10万の値段がするのこれって。そうですか、まあ、なるほど。そうね、うん、ちょっとでもまあくれた人にねちゃんとね、うん、お話しするのがいいんじゃないかなと思います。菊池さんは物なくした時とかどうしますか、うん、一生懸命探したりしますか、それともういっかってなりますか。結構いっかってなるタイプですね。そんなに深追いしたり新しく買い直したりみたいなしないですね。あんまり人にも物にも執着がない人ですか、うん、結果的に聞きそうよ。なんかいいの自体物は大切にするんですけど、もうなくしてしまったらやっぱりいっか、これが君との運命、運命、別れるタイミングだったのかもしれない。なるほど、流れに身を任せる、任せてまあ諦めるっていうのも一つってことですね。そうですね。はい、ありがとうございました。俺はいなくならないからね、うん、お前胸にずっといるから、うん、本当どういう友情なんか隠してこどういう友情なんですかねさあ、このコーナーでは大切な人から譲り受けた皆さんの宝物をご紹介してます。実はちょっと困っているものなどは新しい使い道などのご相談も受け付けていますが、解決できると約束しているわけではございません、うん、以上託されたもの、託されたけどでした。目指せ適合率 11-9 AI 大喜利。はい、急に聞こえますよ。はい、急に感情では適合率 11-9 を目指して帝大喜利にみんなに挑戦してもらいます。何ですか。今から帝に関するイフなお題が出てきますので、それに対して皆さんは帝っぽい回答をお願いします。私が AI のズドンを持ってしてその回答が 11-9 かどうかを判定します。ちょっと待ってください。何何？イレブンナインってクローン体じゃないですか。そうだよそうだよ。
どうですか、クローン体を目指すんですか。そうだよ、オメガ座だってボットの中あれババーンってなっちゃったから、もうクローン体ならここにいますから、そうでしょ、そう思ってるでしょ。でももしかしたら君かもしれないし、君かもしれない、いやいや可能性があるのよ。結構です私もクローン体ですか。あなたもクローン体かもしれないの。私も、そうそうよ、それは私が AI の頭脳で確認すっから。みんな年取ったらあのおじいちゃんになっちゃった。なれちゃうのよ、なれちゃうのよ。はい、うん、ってことで、はい、今から大喜利のお題出るから、はいはい、それに対してミカドっぽい回答してって。イフなお題とか、イフはもうロスフラで。ちょっとリプさんの台本に、うん、3人の答えで非公式なミカドの設定がここで生まれてしまう恐ろしいコーナーって書いてあるんですけど、今日は岸くまのアクアプラスの望月さんがいる、みんな来てるからこれどうしましょう。これでもうまいこと言ったらもしかしたら公式に反映される可能性もあるから怖いよ。ね、ちょっと頑張ってほしい。恐ろしいコーナーになってしまいましたね。よいよい、じゃあ思いついた人からどんどん言っていくスタイルの楽しい感じの大喜利でいこう。楽しくいけるかな。あ、いいです、ここにいらっしゃる皆さんも、あ、みんな思いついた、思いついた、言ってくださいね。我々だけはもう寂しいんで、言ってくださいね。クローン体なんて何だってもいいから。皆さんもいらんないんかもしれないんで。じゃあいくよ、はい、お題、帝の家族との思い出の品や写真が保管された金庫のパスワードとは何でしょうか。はい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 、はい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 、じゃあ鳥さん、帝の金庫のパスワードとは。パスワード、パスワードが違います。これ滑ったら今みたいな、今みたいな機械音声に滑ったかしらわれるの。赤崎ちゃん、帝の、金庫のパスワードとは。アンジュ大好き。パスワードが違います。だんだん感情めまじか。まだないか、意外に声があるかも。行こう、はい、帝の金庫のパスワードとは。歌われアットマーク温泉ドット SG。 パスワードが違う。違うの。違う、思ったけどな。はい、帝の金庫のパスワードとは。ひろし。パスワードが違う。これね、もうね、ゲームプレイした人はね、みんなバカ。ドンカンドカンドカン。あそこで言ってもね、ひろしですね。さあ、来い、さあ、来い。ミカドっぽいやつ、ミカドっぽいやつないか。はいはいはい、小崎ちゃん。1,2,3,4,5,6,7,8,9。一番ダメなやつ。機械音声じゃなかった。もう、ギブさんがダイレクトに。一番ダメなやつ。パスワードとして。怖い。怖いよ。はいはいはい、はい、くさん、帝の金庫のパスワードとは。ラウラウアットマーク温泉ドット AG。 温泉はいらんよ。パスワードじゃなくてメアドじゃないですか。確かに全然パスじゃない。知ってたのみたいな。父上知ってたの。活動。そこも入ってるの。そんなやか、帝か、ちょっと待ってください。何、調べ物しよう。調べ物。お、収録中に。なんか乗っちゃうかな。ノイズ乗っちゃうかな。いいよ、乗せろ。ノイズ乗せろ。アンジュの誕生日とかあったのかな。設定してありますか。だとしてそれを答えたとしても絶対ね、パスワード違います。知らない。アンジュの誕生日。ダメか。ダメ。はい、ウッチャイアマテラス。弾けて。パスワードは違います。あ、嘘、今ちょっと惜しかった。我こそがオンビ大火やん。命令を確認しました。命令を解除しました。今いいですね、もうなんかちょっと自意識過剰な味方のね、一面が。ちょっとそういうとこあったかもしれない。そういうとこあるんだ、味方って。意外にそうなんだ。我が一番偉いぞ。あんまり難しくすると忘れちゃうから。そうか。わかりやすくする。そうそう。あ、じゃあ、私、クローン体？クローン体だ。今のところね、一番。この中で。クローン体1か。じゃあもう次で、次に決まるよ。次の題いくよ。次の題、はい。救命ポットの中でしか生きられない帝がちょっとやだなって思ってることは何でしょうか。はい、じゃあトネさん、ちょっとやだなって思ってることは。液体の味がまずい。適合しません。あー、ダメ。はい、あー、赤崎ちゃん、めっちゃ焼肉食いたい。出れないかな。ポットの中で何買う。適合しません。煙が、だってもうポットの中で。ダメか。はい、やだなって思ってることは。指先がちょっとシワシワになっちゃう。適合率11なんですよ。お風呂入った時みたいな。水の中で。そうそうそう。結構水が。すごい。あれもうちょっと。そう。
菊池さんが登録された管理者のクローン体と認識されました。やった。施設機能レベル4までの権限を獲得しました。おめでとうございます。特に何も変化はいつも通り、本当の通り、いつもの帽子、すごかった、安心したね、みんなね、よかったですね、クローン体でよかった、うちの姫殿下がクローン体で一体何だったんですか。いやでも血は入ってるからさ、あそやっぱ近いとこ出すよね。まあそうかそうか、近いとこ出すけど、そっくりさんであり、そうそう、そっくりさんだもん、そっくりさんだから、その設定忘れてた。はい、ということでコーナーは以上です。目指せ適合率 11.9AI 大喜利でした。歌われるものラジオ、ヤマトの民よ先ぶれじゃ。ここからは歌われるもの関連のお知らせをお届けします。まずは放送情報です。テレビアニメ歌われるもの2人の白オロは東京 MX BS11 にて毎週土曜25時から、北海道テレビにて毎週月曜26時25分から ATX にて毎週木曜23時から放送中です。また D アニメストアにて地上波同時先行配信中です。その他各種配信サイトにて配信中ですので、詳しくは公式ホームページをチェックしてください。続いてパッケージ情報です。歌われるもの偽りの仮面コンプリートブルーレイボックス初回限定版が好評発売中です。本編25話に加え、ノンクレジットオープニングエンディング PV、CM 集やオリジナルエピソードムービーなど大ボリュームの特典映像を再録しながらもお求めやすい価格でお届け。ジャケットイラストは天津たつきさんによる新規書き下ろしとなっております。ぜひゲットして2人の白オロをより一層楽しんでくださいね。また歌われるもの2人の白オロブルーレイボックス上巻下巻期間限定版の発売が決定しています。上巻は天津たつきさん、三つ美里さんによる書き下ろしボックスのジャケットとアニメ書き下ろしデジパックの豪華仕様、本編の他に新規特典映像などを収録のほか52ページブックレットが封入された大ボリューム、いよいよ今月12月21日に発売です。クリスマスプレゼント、そうですね、いいですね。さらに4月26日発売予定の月刊には歌われるもの2人の白オロの番外編を描いたオリジナルミニ PC ノベルゲームの特典ディスクを同梱予定、詳細はホームページをチェックしてくださいね。はい、続いて音楽情報です。テレビアニメ歌われるもの2人の白オロのオープニングエンディング両主題歌を収録したスワラさんのニューアルバムインフィニティ希望の扉が発売となりました。歌われるものロストフラグやモノクロームメビウス時の大化の関連楽曲などが収録されたアルバムとなっております。初回限定版は過去のシングルのカップリング曲が収録された特典ディスク付きになっております。ぜひ手に入れてくださいね。はい、続いてゲーム情報です。歌われるものシリーズのゲーム最新作モノクロームメビウス時の大化は現在好評発売中です。PS5 PS4 Steam 版で遊ぶことができます。オシトル、シューニャ、ミカズチ、ムネチカたちの冒険が描かれている本作は歌われるものシリーズをプレイされた方はもちろん、まだ触れたことのない方でも十分にお楽しみいただけます。そして3周年を迎えたスマホアプリ歌われるものロストフラグの情報です。先週配信された歌われるもの特別生放送2022でいろいろ発表がありましたね。今なら最大300連のガチャを引けたり、3周年感謝の福袋やボイスメッセージ付きのログインボーナスなどたくさんのプレゼントがもらえます。また開口祭縁結びでは白旗長代理 CV 小田健太郎が復刻しています。さらに3周年イベントでも姿を見せた床裏 CV 種田梨沙さんが満を持して登場。床裏、皆さんぜひ仲間に迎え入れましょう。はい、なんかさっきごっついのもらいました、望月さんから。これはロストフラグのアートワークスボリューム1ボリューム1ということは続くんですね。ものすごい量ですよ、この美麗なイラストたちが。1周年までのイラストが、そうそう、イラストが入ってるの、すごいボリュームで美麗ですねこれは。で設定とかもめっちゃ細かく載ってるので見てすごい楽しめる、あらあらになっております。かわいいです、桃源郷のねイラストもね、デコポンポ、JPEG で見るのもいいですけど、めっちゃかっこいいこれ、めっちゃかっこいいですか。おしとるです。これイケメン、かっこいい。いや、そうなんです、この画集もね、舐めるように見ていただきたい。舐めるように皆さんも見てください、はい。
そして実はまだございます。先日の生放送で発表となりましたが、歌われるもののスピンオフゲーム、義賊探偵ノスリの発売が決定しました。出ました。はい、こちらはなんと PS4 スイッチのダウンロード専用ソフトとして12月22日発売です。現在公式サイトも公開中ですので、ぜひご覧ください。テレビ CM も公開中です。発売をお楽しみに。はい、さあ続いてはイベント情報です。なんとこのえにし歌われるものラジオの公開録音の開催が決定しました。イエーイ。12月11日日曜日、上城ホールにて昼夜2回公演です。お昼は種田梨沙さん、夜は柚木涼香さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。この公開録音をもちましてラジオは最終回ということになります。しかもこの公開録音では放送前のテレビアニメ第26話を先行で上映しちゃいます。チケットの一般発売は明日12月3日10時からスタートです。ぜひ皆さん、ぜひどうぞ、ぜひよろしくご参加ください。ねえ、みんなと一緒にね、ラジオ最終回迎えよう。私がそっくりさんではなくなるはず。ほんとそうよ。だって早急農場になるはず。そこでそれをやるために毎回わざわざ違うコーナー書いてんだから、うん、私、うん、ね、なるほど。ギブ作家もやってんだから、急に切り始まったり、ね、そうだよ、そうなりましたけど、ここでね、最後華々しく飾れるはず、うん、ちゃんとタネちゃんと一緒に二人の箱なろうよ、うん、あ、タイトル回収ここで、そうだ、ちょっと頑張んないと回収できないんだよ。あ、そう、一人の箱ろで終わっちゃう。そんな形で俺からしたな。やだやだ。なのでぜひ来て見届けてください。そうですね、ぜひお待ちしております。はい、そして最後は配信番組情報です。テレビアニメ歌われるもの2人の箱ろは12月24日に第27話と最終話の第28話を2話連続で放送いたします。こちらをキャストと一緒にご覧いただく同時視聴会の配信が決定しております。ぜひ歌われる者たちの行く末を見守るべく予定を空けておいていただけるとそうです。とんでもない日に予定を空けますからね。今の夜中に予定を空けてくれ。そういった気持ちだ。今の夜にもう恋人たちがね、うん、イチャイチャするのもよしですけども、うん、この時間だけは空けておいてくれと。この時間ね、っていうことですね。そうよそうよ、はい、まあ、だってさ、あれでしょ、端末音声がいてもイチャイチャできるわけだから、うん、あ、ネットでさ、うん、生配信見ながらでもイチャイチャできんだから。あの帝とほのかさんのシーンを端末音声の前でイチャイチャしてるってことだっていうことですね。そうだよ、あれと同じことだから。そういうことですよね、うん、せいやにあれをやればいいじゃん。一緒に見届けましょう。そうよそうよ、サンタボをアクルカに変えて、はい、やろうやろう、見ようと思いますけどね。はい、よろしくお願い、詳細は公式ホームページやツイッターでお知らせしますので、チェックよろしくお願いします。以上、ヤマトの民よ先ぶれじゃでした。お送りしてまいりましたえにし歌われるものラジオも、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。番組では皆さんからのメールを募集しています。託されたものへは、大切な人から譲り受けたあなたの宝物を、最近ちょっとメールが減ってるのでぜひ応募お願いします、うんうん、はい、託されたけどへは、大切な人から譲り受けたけどちょっぴり持て余しているものをお願いします、うん、これもメールくれ。要は本物の天使アンジュじゃん。絵は公録の場で私が挑戦する試練を募集しております。そして温泉プレミアム会員だけが聞けるおまけコーナーでは、いつも本当に頑張っている私をおもてなしする案を募集中です。その他アニメの感想や私たちやゲストに聞いてみたいこと、普通のお便りもお待ちしております。すべてのメールの宛先は歌われアットマーク温泉ドットメッセージ。気をつけてほしい。これはパスワードではございません。歌われアットマーク温泉ドット AG までお願いします。ホームページのメールフォームからも送れます。メールお待ちしております。はい、ということでお送りしてまいりました第12回。すみませんね、ご出席のね、はい、菊池ゆきとしさんと一緒にお送りしてきましたけども、はい、すみませんね、菊池くんがゲストの時だけなんかこんな楽屋でちゃんとしたボーンスタジオじゃなくて、本当申し訳ないところにお呼びしてしまったなと思うんですけども、すごくこう臨場感のある臨場感やらせていただいたなっていうので、望月さんも同じ空間にいるっていうのがやりづらくなるんですけど
収録の時のなんかなんかこうダメ出しされた時のなんかモヤモヤ感とか出なかったですか？大丈夫です。結構ありました。ダメ出し多かったですか？ダメ、いや、やっぱりすごい世界観とか人物像とかっていうのが、うん、本当にこうしっかりと作り込まれていて練り込まれていて、うん、一人一人に、うん、なので忖度中です。忖度中ですよ。はい、ボシスに関しても、たった一人届けてるよ今。ボシスに関してもあんまり NG なんか出してないな。本当ですか？アンジュ倒してるより少なくても NG が少ないよ。アンジュ全部取り直したことあった。はい、でも本当にその世界観とかそういったところっていうのをこうお話しさせていただきながら、そすごく、やらせていただきましたね。はい、ラジオも楽しかったですか？楽しかったですよ。すごく楽しかったですし、もうね、スペシャルゲストの、ね、スペシャルゲスト一番絡んだから、はい、一番絡んだから、特注で絡み、はい、一番絡んだ、ね、フミレの時だってほぼ誰とも絡まないから、うん、そう、ね、基本的にはクーちゃんを心配するだけの係だから、あんまりちょっとちゃんと喋んないね。なるほど、いい感じで喋ってる時一本ずつですけどね。俺おかしいな。はい、すごく久しぶりの、はい、歌われラジオでとても楽しかったです。ありがとうございました。じゃあ一応ゲストのギブさんには、いい、大丈夫大丈夫、もう尺もないからいい、いつも通り。サッカーモードになってる。大丈夫大丈夫、行っちゃって次。わかりました。でもね、これからもギブさんはねいらっしゃいますからね。はい。はい、ということでこの番組はアニメの佳境に入ったということで、なんと今月はですね毎週配信でお送りいたします。はい、次回は12月9日の配信ということになります。はい、12月9日終わったらもうすぐ登録ですよ。そうなの、だって11日だもん。そうなの、はい、あっという間です。だから早く申し込んでほしいの、登録に。本当ですね、早く申し込んで、早くメールもたくさん送ってください。そうなの、そうなの、で、もうやなよ。で、登録で2本取るので、それでもう終わりですね。そうなの、それで最終回なの。あ、今日も日本撮りだもんね。そう皆さんが思っている以上にすぐなので、メールも本当にそうなのよ。送っていただけると非常に助かります。うん、はい、さて次回のゲストはニューアルバムが発売になったばかりのスワルさんに再びご登場いただきます。残念ながらこちらのメールは間に合いません。はい、日本撮りです。この後楽屋に来てくれるんだもんね。はい、申し訳ない。すいません。なんで皆さん登録用のメールをお願いいたします。はい、それでは今回の NC 歌われるものラジオはここまで。お相手は楽屋からオシスル伯役の戸根健太郎と、アンジュ役の赤崎千夏と、オシス役の菊池由紀俊と、端末音声役のギベルコでした。視聴が強い。力強い。ここであったのも何かの縁じゃ。皆の者そうそうさいで。この番組は歌われるもの二人の白おろ制作委員会の提供でお送りしました。